長畑部神社は、埼玉県小玉郡上里町長浜の神奈川沿いに、ある神社。祭神は、あもう土を命。武蔵国神軍の縁起式内、長畑部神社、旧社格は尊社。創始年代は不詳。高度な畑織技術を持った、トライ系氏族が、神奈川南岸の寺宮の西窓場にに、畑織の神、あもう土を命を守護神として祀ったことが、 起源とされている。長旗とは絹織物の一種、足絹社名の長旗部はそれを織る技術者集団、長旗部氏を示す。なお、長旗部氏の祖は、延暦4年6月に戦乱を避けるために、朝鮮半島の大砲軍から、あチオと共に捕来してきた、七世漢人のうち、九世とされている。天栄元年に神奈川の反乱により、 シャチが流されたため、アザグルの西ト場から、現在の大アザ長浜に遷座した。天正十年六月には、武蔵国上軍が、織田信長の家臣の滝川和正と、北条氏政ら北条軍の神奈川の戦いで、戦場となった。陛下により、社殿や古文書が消失した。江戸時代には、乳神を土人、水人、家臣、近慎、 木紙に見立てたことから、御所宮と呼ばれていた。明治5年には、社名を、長畑御所宮から、現在の長畑部神社へまた称した。社格明治より前に合祀された。明治41年に合祀した。広大神社は、昭和21年に、住民の強い要望から、旧地の窪へ戻された。ありがとうございます。